デュアリズムのおしゃべや時刻は十七時半を回りましたデュアリズムのおしゃべやの時間です MC は沢木ですよろしくお願いいたしますはいこの番組はギノアンヒルズ通り FM ギナーのスタジオよりこの後十八時まで放送いたします今までにない新たなジャンルを皆様にお伝えできたらいいなと思っております本日がデュアリズムのおしゃべやとしては 回目でサーキーのおしゃべりとしては73回目のラジオとなります「われらデュアリズム」初めましての方もいらっしゃると思いますので自己紹介をさせていただきますデュアリズム妹のサーキーでーすはいわれらデュアリズムは趣味でコスプレをしたり踊ってみたなどのダンス活動をしております。 私たちのコスプレ活動は一般に思い浮かべられるであろうメイド服やナースウェクとは違いアニメや漫画のキャラを増した服装を身にまといます普段は姉妹で活動しているデュアリズムですがお姉様のハイセ様が今大阪にいらっしゃるためお姉様が帰ってくるまでは私さっき一人でありますが精一杯頑張りますのでどうぞ最後までお付き合いくださいということで本日はハニーワークスさんより モナちゃんの格好をしておりますはいそうモナちゃんはねお姉ちゃんがいるんですよ作品の中で,で。お姉ちゃんがモデルをやっていてでそれでそのモナちゃんはアイドルを始めたんですけどそういう姉妹のねその関係性がちょっとなんか何だか似てるなーなんて思って親近感が湧いてやってみたいと思ってお姉様にねお願いをしてやってもそのウィッグとかをねカットしていただきました。そう そう、実はねこの衣装を着て今日の12時から4時まであったおきこスの方に出演をしました。おはい、ということで実はね今日ね初めての初めて2回目かの収録でちょっとね緊張してるんですけどちょっとね、イベントの詳細は来週にお伝えしたいなと思います。はい、ということでデュアリズムの説明に移りたいと思います。 はい、踊ってみたの活動はその名の通り j p o p やボーカロイドその他にもハニーワークスさんなどをはじめとする楽曲に合わせて踊ることで動画投稿サイトで動画をアップロードする際にカテゴリータグとして付けられることもあります我らデュアリズムの踊ってみた活動は動画投稿サイトではなく主に踊ってみたのイベントにて活動しております沖縄で開催されている踊ってみたのイベントは主に沖縄 次にコスプレイヤーさんが踊ることがメインのおきこす動画年に数回開かれております。ということで、はい、次ありますかね。そう、今回はね、お姉様が、あの、飛行機代が行きで2万円だったので、高くてちょっと取れなくて、次のね、できれば3月までにね、もう一回あれば、ね、お姉様とね、出てね、やっていきたいななんて思います。はい。このの番組デアリズムのおべやでは メッセージやお便りを募集しておりますメールアドレスは 797-fmgino1.com 797-fmgino1.com ですコスプレを踊ってみた以外にも食べることや可愛いものにも目がない我らデュアリズムギノア市内をはじめとする沖縄県内のそういったお店の情報もお待ちしておりますまたリクエスト曲も募集しております アニメの曲から j p o p までいろいろな曲お待ちしております。はい。そしてですね、はい、FM ギノワンでは、普段はツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、もしよろしければそちらからもお楽しみください。また、サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジオ ダウンロードしていただけますといつでもこのラジオを楽しんでいただけますので皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加していただけますと幸いですはいではそれではここで一曲お届けしたいなと思います本日はトリ AAA でデジャブですお願いします NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っています より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまわるの心で活動しています、弱者に愛の手を、NPO 法人、プロミスキーパーズ何食べたいお肉<く> <laughs> 牛角カルビとダブルタンボン黒サツバター、うん、おいしい <laughs> ラーメン食べるからナ食べたいおいしいやってる牛角,牛角茶炭店 好評営業中いらっしゃい屋台赤道ラーメン醤油、味噌、豚骨に塩はもちろん特製辛味噌ラーメンもおすすめ自家製麺でスープの相性抜群肉汁たっぷりのシューマイ、餃子も大人気創業20年余り変わらぬ美味しさ屋台赤道ラーメンお送りしておりますこの番組はデュアリズムのおしゃべあです ギノアンヒルズ通りにあります FM ギノンのスタジオよりこの後18時まで放送いたしますお相手はデュアリズム沢キですはいということで今日はね珍しくフリートークであのやっていこうかななんて思いますそう実はねあの今週の水曜日から金曜日まで三日間期末テストがありましてもうそれが 最後のテストになるんですよ3年生ににとってその高校に送られる資料としてやばいですなんか最後に送られるテストがその中間テストで5教科だったらよかったんですけど9教科なのでちょっときつくてえでもすごいことがあって音楽のテストを水曜日に受けたんですけど水曜日の1時間目が音楽のテストだったんですけど4時間目に帰ってきてもう採点早くて。 何ちょっと勉強めちゃめちゃしてなくてやばいと思ったら意外と高くてちょっとこの調子でねどんどん取れてたらいいななんて思ったんですけどちょっとね <laughs> 前めちゃめちゃ低くて <laughs> 平均自体が45みたいな平均が。 あはいはい,はい、はい、でも学年の平均が60だから再テストがないんですようちのクラスだけ423ぐらいだったんですよやばいと思ってでもさっきそれにも達してなくてちょっとやばかったですなんか全問解いたのにその点数っていう点数が出てちょっとまあ次も怖いんですけど頑張りますそう,そうへこみます <laughs> もう本当に頑張りますあそうお話ししたたかっっことがあって この前日曜日だったかな先週の土曜日か日曜日か覚えてないんですけどあ日曜日だ日曜日にライカムの方に行ったら北中城フェアっていうのをしててちょうどなんか FM 犬ンさんでトマトジャム自分めちゃめちゃトマト好きなんですけどトマトジャムの紹介してたのを思い出してお店に行ったんですよそしたら時間見たら閉まる2分前なんですよでお店の方にパパって行ったらなんかトマトジャム残ってなくて ないと思ってとりあえずそのお店の方にお声かけをさせていただきまして「あジャム見ました今度店舗の方にお伺いさせていただきます」ってお話をしたらなんとその方があら FM 技能マンでやってる方なのみたいな感じでまさかのそのマスクをくださいまして、えー、トマトの。めちゃめちゃ可愛くてちょっと来週につけて。 放送したいいななんて思いますめちゃめちゃトマト好きなんですけどいつだったかな火曜日ぐらいにトマトジュースが切れましていつもなんか2リットルぐらい置いてるんですけど切れちゃってちょっと今トマトマ不足でで死にそうですちょっと朝と晩飲むんですよトマトジュースをだからトマトジュースがないのも辛いしい今家にハンバーグもないんですよ。サーキのサーキの食料が一切ないっていう。 ちょっと今それがあのね。ちょっとね。お母さんにね。お願いしようかな。なんて思います。そう、ラジオがね始まる前にね。ちょお話をしてまして、今日ね。収録なんですけど。その収録にね。来る前にさっきはあの1時間ぐらい置いて、その後に炊き始める方がふっくらして美味しいじゃないですか。それをするタイプなんですよ。それを設定して炊いたら家を出る時に。 残り10分で白米が炊け回すみたいなの表示されてるんですよいや待ってみたいなさあき食べたいんだけどみたいないうお話をねその <laughs> キャンさんとしてたらそのご飯を冷蔵で置いとくか冷凍で置いとくかっていう話になってさあきのねお家はねずっとね冷蔵なんですけどなんか違うんですかね冷凍と冷蔵。っふっくら感 でんぷんの質が変わるとか。えーなんか、なんか本格的。<laughs> えーなんか。やってみたい。冷凍は太りにくくなるらしい。あ、じゃあ。あ冷凍に変えようかな。<laughs> <laughs> <laughs> 気になるお年頃。はあ。そう、それでね、その。先ほどね、そのラジオが始まる前とか、めちゃめちゃなんか雑談をしてたんですけど。紅白の話になって。そう。今年。 いろんな人出るねみたいな話になって、今年ジュジュさんも出ますよね。出ますし、今回ね AKB とかが出なくて、キンプリは出るかな。なんか結構ダパンプも出ないですよね。<うん S 1> なんでと思って出ると思ってたので、ちょっと珍しい面々で。 そう,そう、ストーンズ、あの先週ね流させていただいたんですけどニューエラという「汎用の朝姫」の主題歌なんですけどそれを歌っているストーンズも今年初めての「紅白」出場ということで舞い上がっております <laughs> ありがとうございます, <laughs>、まあ、います本当に嬉しいですね,ちょっとねさりげなくねちょっとデビュー前から応援をさせていただいた身としては <laughs> すごくねありがたき幸せというかそうぜひね 富豪刑事のね主題歌も SixTONES 歌っておりますので是非ね聞いていただければ嬉しいなーなんて思いますはいそう今日ねお話がしたかったのがもう一個あってその友達とその苦手な野菜についてお話をしてたんですよそしたらその <laughs> 友達の苦手な野菜がなくてそのめちゃめちゃなんか好き嫌いありそうな友達だったんですよだからなくてえ 何が嫌い?」って言われてえ多すぎてわからないって思ってちょっと順位をつけてみたんですよそしたらさっき一番嫌いな野菜がごぼうなんですよどうしてもあの食感とあの香りが許せなくて<ー> <laughs> コンサイルがちょっと全体的に苦手でそう今その自分の担任がその家庭科の先生なんですよだからちょっと先生にも今相談してて。 ママがめちゃめちゃごぼうサラダが好きなんですよでも最近人参もごぼうもダメなんですようん、うん、だから食べれないんですよ根菜のサラダがだからママがちょっとあなたが食べれそうなごぼうの料理を探してきてって <laughs> 言われるんですけどなくてなんかありますごぼうどうやって食べますごぼ,ごぼうは結構煮つけじゃないですか煮つけですか <laughs> うちなうちなのあのあの<ー>銃箱に入ってま あれですか、うん、<laughs> 食べ <る S 2> 苦,手苦手そうですね <laughs> なんおっきくないですかなんか人参、うん、とかもああいうのって人参、うん、も苦手だからちょっと、えー、なんかいいやつがあったら皆さん是非ねメールなどをね送って教えてくれたらありがたいななんて思います人参、んんごぼうれんこんたけのこもダメで、うん、ちょっとねあたけのこ,もけたけのこだから炊き込みご飯とかも。 秋の炊き込みご飯とかあるじゃないですか。あれダメなんですよ。ちょっときついです。だから秋秋の味覚 <laughs> あでも秋の味覚で今好きなのが欲しいもんがめちゃめちゃ今ハマってるんですよ。セブンイレブンに売ってる欲しいのがめちゃめちゃ美味しくて、うん、ぜひね皆さんおすすめしたいんですけどあそうだ食べ物で言ったら実は今日カキフライの日なんですよ。おサき カキフライめちゃめちゃ好きで、生牡蠣はなんか食べたことないんですけど、毎年ね秋になったらカキフライは食べるぐらい好きなんですけど、好きですかきあんさん？大好きです。おお<ー>、<laughs> 美味しいですよね。あ、美味しいですよね。ちょっとうちの家族4人中2人ダメなんですよ牡蠣<ー>美味しくないって言うんですよ。ちょっとだからちょっと寂しいです。そう唯一の理解者のね廃せ様のお姉様が大阪にいるので。 食べれない <laughs> そうななぎもダメなんですよ、えー、ママ,ママがうなぎ苦手だからうなぎの日にママとうなぎを食べに行けなくて<ー>代わりにじいじに連れてってもらいました <laughs> 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 なんてのどかな <laughs> い,い,、ね、<laughs> いいですねはいあと何分ぐらいしゃべれますかねあと1分ぐらいおしゃべりをねしようかなあ何のおしゃべりをしようかなあ 何のおしゃべりをしよう。エンディング行きますか？もう <laughs> はい。は、ね、い。もう一個ぐらいね。うん、ネタを作っとけばよかったなんて思いながら初めてのよね。そのこのスタジオでの収録は今日はね。あと3分ぐらいですか？でお別れの時間となります。 初めてですね2年半ぐらいやって初めてこのスタジオを使うっていうことは結構生をやってきたんだななんて実感しておりますはい緊張しました <laughs> はい、でもいい経験になったかななんて思いますということで番組に参加していただいた皆様本当にありがとうございました結構ゆるい番組なんですけど <laughs> またね聴いていただければ嬉しいななんて思います はいお相手は「デュアリズムサーキー」でした。ということでそれではまた来週同じ時間にお会いしましょう。あいつも通りのやつやっていいですかはいでは今日も一日今週1週間暑かリズムそれではまた来週バイチャー